はい、よかった。江崎吉雄さん、その方は私に追わせられた。人の声、あなたの前にあるものを食べる。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げる。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして追わせられた。人の声、私があなたに与えられるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ、そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。その方はまた私に仰せられた。人の声を、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。あなたをその言葉を聞いてわからないような難しい外国語を話す多くの国々の民に使わすのではない。もしこれらのためにあなたを使わすなら、彼らはあなたの言うことを聞くであろう。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの前科は鉄面火で、心が固く花火からだ。見よ、私はあなたの顔を彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くする。私はあなたの額を火打ち石よりも固い金剛石のようにする。彼らは反逆の家だから、彼らは恐れるな。彼らの顔にひるむな。その方は私に仰せられた。人の声を、私があなたに告げるすべての言葉をあなたの心に収め、あなたの耳で聞け。さあ捕囚になっているあなたの民のところへ行って彼らに告げよ。彼らが聞いても聞かなくても、神である主はこう仰せられると彼らに言える。それから霊が私を引き上げた。その時私は後ろの方で、見住まいの主の栄光は褒むべきかなという大きな轟きの音を聞いた。それは互いに触れ合う生き物たちの翼の音と、そばの輪の音で、大きな轟きの音であった。霊が私を持ち上げ、私を捕らえたので、私は憤って苦々しい思いで出て行った。しかし、主の御手が強く私の上にのしかかっていた。そこで私はテルアビブの捕囚の民のところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたので、私は彼らが住んでいるそのところで7日間呆然として彼らの中にとどまっていた。7日目の終わりになって、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。私はあなたの口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者にあなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の死の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼らがその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。しかし、もしあなたが正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けたのであるから、彼は生きながらえ、あなたも自分の命を救うことになる。そのところで主の御手が私の上にあった。主は私に仰せられた。さあ谷間に出て行け。そこで私はあなたに語ろう。私はすぐ谷間に出て行った。するとそこに主の栄光が、かつ私がケバル川のほとりで見た栄光のように現れた。それで私はひれ伏した。
しかし霊が私のうちに入り私を立ち上がらせた。主は私に語りかけて仰せられた。行ってあなたの家に閉じこもっていいよ。人の子よ、今あなたに縄がかけられ、あなたはそれで縛られて彼らのところに出て行けなくなる。私があなたの舌を上顎に使わせるので、あなたは話せなくなり、彼らは責めることができなくなる。彼らが反逆の家だからだ。しかし私はあなたと語るとき、あなたの口を開く。あなたは彼らに神である主はこう仰せられると言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるが、彼らが反逆の家だからだ。4. 人の子よ、一枚の粘土板を取り、それをあなたの前に置き、その上にエルサレムの町を掘りつけよ。それからそれを包囲し、それに向かって塁を築き、塹壕を掘り、陣営を設け、その周りに城壁崩しを配置せよ。また一枚の鉄の平鍋を取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として立て、あなたの顔をしっかりとこの町に向けよ。この町を包囲し、これを攻め囲め。これがイスラエルの家の印だ。あなたは左脇を下にして横たわり、イスラエルの家の戸郷を自分の身の上に置け。あなたがそこに横たわっている日数だけ彼らの戸郷を終え。私は彼らの戸郷の年数を日数にして390日とする。その間、あなたはイスラエルの家の戸郷を追わなければならない。あなたがその日数を終えたら、次にまたあなたの右脇を下にして横たわり、ユダの家の戸郷を40日間追わなければならない。私はあなたのために1年に対して1日とした。それからあなたは顔を包囲されているエルサレムの方にしっかり向け、腕をまくり、これに向かって予言せよ。見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにする。あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、泡、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それでパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間それを食べよ。あなたが食べる食物は1日分20シェルケを測って、1日1回それを食べよ。あなたの飲む水も1日1品の6分の1を測って、それを1日1回飲め。あなたの食物は大麦のパン菓子のようにして食べよ。それを彼らの目の前で人の糞で焼け。それから主は仰せられた。このようにイスラエルの民は私が追いやる国々の中で彼らの汚れたパンを食べなければならない。そこで私は言った。ああ神主よ、私はかつて自分を汚したことはありません。幼い時から今まで死んだ獣や野獣に先殺されたものを食べたことはありません。また生贄として汚れている肉を口にしたことはありません。すると主は私に仰せられた。では人の糞の代わりに牛の糞でやらせよ。あなたはその上で自分のパンを焼け。そして私に仰せられた。人の子よ、見よ、私はエルサレムでパンの蓄えをなくしてしまおう。それで彼らはこわごわパンを測って食べ、怯えながら水を測って飲むであろう。それはパンと水が乏しくなるからだ。彼らは自分たちの咎のために皆痩せ衰え朽ち果てよう。ハガイ書1。ダリオス王の第2年の第6の月の1日に預言者ハガイを通してシャルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホザダクの子大祭司ヨシュアとに次のような主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐものが稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。
そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方の家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の御告げ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方みんな、自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ天はあなた方のために露を降らすことをやめ、地を、産物を差し止めた。私はまた地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも地が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の身にも日照りを呼び寄せた。そこでシュアルティエルの子ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシュアと民のすべての残りの者とは彼らの神主の御声とまた彼らの神主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従った。民は主の前で恐れた。その時主の使いハガイは主から使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる。主の御告げ、主はシュアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルの心とエホサダクの子大祭司ヨシュアの心と民のすべての残りの者の心とを奮い立たせたので、彼らは彼らの神万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった。それは第6の月の24日のことであった。2. ダリオス王の第2年第7の月の21日、預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。シュアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエフォサダクの子大祭司ヨシュアと民の残りの者とに次のように言え。あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今これを見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の御告げエホツァダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の御告げ、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。まことに万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の御告げ、この宮のこれからの後の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ、ダリオスの第九の月24日、預言者ハガイに次のような主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。次の律法について祭司たちに尋ねて言え。もし人が聖なる肉を自分の着物の裾で運ぶとき、その裾がパンや煮物、ぶどう酒や油、またどんな食物にでも触れたなら、それは聖なるものとなるか。祭司たちは答えて、いなと言った。そこでハガイは言った。もし死体によって汚れた人が、これらのどれにでも触れたなら、それは汚れるか。祭司たちは答えて、汚れると言った。ハガイはそれに応じて言った。私にとってはこの民はそのようなものだ。この国もそのようなものである。主の御告げ、彼らの手で作ったすべてのものもそのようだ。彼らがそこに捧げるもの、そこは汚れている。さあ今、あなた方は今日から後のことをよく考えよ。主の神殿で石が積み重ねられる前は、あなた方はどうであったか。二重の麦束の積んであるところに行っても、ただ十束しかなく、50桶を組もうと酒舟に行っても20桶分しかなかった。私はあなた方を立ち枯れと黒穂病音で打ち、あなた方を手がけたものをことごとく氷で打った。しかしあなた方のうち誰一人私に帰ってこなかった。主の御告げ、さああなた方は今日から後のことをよく考えよ。すなわち第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えよ。種はまだ穀物蔵にあるだろうか。
ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。今日からのち私は祝福しよう。その月の24日、ハガイに再び次のような主の言葉があった。ユダの総督ゼロバベルに次のように言え。私は天と地とを揺り動かし、諸々の王国の王座を覆し、異邦の民の王国の力を滅ぼし、戦車とそれに乗る者を覆す。馬と騎兵は彼らの仲間同士の剣によって倒れる。その日、万軍の主の御告げ、シュアルティエルの子、私のしもべゼルバベルよ。私はあなたを選び取る。主の御告げ、私はあなたを陰陽のようにする。私があなたを選んだからだ。万軍の主の御告げ。